外に逃げていくボールですね、はい、でも期待の2016年ですよね。この見た目手術を受けた、はい、4人が思い切り戦いが必要になってくるんですよね。特の試練の中にどういう試合にとかそうですね。最後は外1回広がり三振です。ここ変化球並べる三振、あのフォークボールは良かったですね。見逃し三振です。2アウトです。なんかいいフォークボール、いいところ倒しました。7個目の三振。フォークス戦ではマウンドを重ねても、はい、今シーズンもここまで終わり勝利2敗に終わったこの時間です。ロッテからするとこっちかもと思うんですけど、はい、まあ、追いつくものを相手から考えたら時間がいるので、第4打線からすると思います。先頭バッターの今日のこのゲームが今回の様子が入っています。ジャンプ1も少し柔らかい